番組です。福岡県の糸島やってまいりました。糸島のドゥバンちゃんです。
ですよ。この波の音聞きながらのタイ料理、まあ、今日は雨が降って波がものすごい立ってるんですけども、逆に言うとですね、こういう日はめったにないらしいんで、まあ、動画でこれを収められるっていうのは貴重な映像になるんじゃないかなと思って、ぜひ皆さんもこれこの動画、ご覧ください。今日のメニューというのは、まあ、一押しのグリーンカレー、それから糸島の牡蠣、これものすごい有名なんですけれども、この糸島の牡蠣を使った牡蠣のお好み焼き、そして3品目がビーチサイドですからね、シーフード本当にもう豊富、海鮮のチャーハン、カオパクとタレ、この3品を今日は食べてみたいと思います。準備整いました。それではこの3品の中どれから食べようかと今考えたんですけれども、こちらです、牡蠣のお好み焼き。これはやっぱりね、暑いうちに食べたいんで、まず一番に食べてみたいと思います。これはスプーンかな。牡蠣がどこにいるか、糸島はもうホテルのフロントの方も牡蠣が一番有名だって言うんですよ。もうこれ以外ないと言われたんで、これですよ、この牡蠣。いや、牡蠣のお好み焼き、卵と、そして一番大事なのがこのタレなんですね。タレを牡蠣に垂らしまして、いただきます。糸島の牡蠣を使ったホイトー。うん、すごいジューシー。牡蠣が何個入ってるかわからないですけど、今軽くさっとすくっただけでもう牡蠣が3個入ってるのがわかるんですよ。うん、もう糸島来てよかったです。最後、もう卵がトロトロで牡蠣との相性バッチリ、もやしもシャキシャキだしね。大臣のコックさんがここね2名いらっしゃるんですけど、凄腕なんですよ。うん、こう潮風、海のこのサウンドを聞きながら最高ですよね。最高です。いやー、牡蠣すごかったですよ。口に入れて噛んだ瞬間、口の中でパカッと割れるんですよ、牡蠣が。最高に美味しい。さて2品目です。こちらなんですよ、シーフードのカオパット焼き飯です。これもね、具がすごいじゃないですか。イカですよ、イカ、そしてエビ、ね、でこれで、まあ、ナンプラーとかも重要ですけど、これはね、ぜひね、塩をかけて食べてほしいですね。まあ、最初からかけるんじゃなくて、ちゃんと味を確認してから塩をパラパラとかけるといいんじゃないかなと思います。
人参、卵入ってます。あれちょっと待ってください、中になんか、これは何、あー貝ですよこれ。やっぱりシーフードですからね、貝も入ってます。これも楽しみだ。それでは一番いいところ、貝とエビとイカミックスで食べます。うん、お米のパラパラ感があっていいですよ、すごいうまい。これやっぱりカオパッとタイのチャーハンはタイ米のパラパラ感がいいですよね。うん、あ、これはもう追加で塩、追加でね、お塩かける必要ありません。うん、見てこの貝、最高ですよ。うん、男性のコックさんのこの人参のねカービングのテクニックもすごいですよ。素晴らしい技術です。タイランド最高。波の音がすごいですねこれ。大満足ですよ。そこにこれですよ、グリーンカレー。おー、これもこちらのルワンちゃんさんでトップ3の人気メニューらしいですよ。タイ人の男性コックさんが作るねこのグリーンカレー、香りがもう最高。さて食べてみたいと思います。もちろんタイ米をここに入れて、うわーすごい、もう濃厚ですよ。一気に来ました。これです、ナス、鶏肉、そしてタケノコ、タレを開けようかな。タレ、もう一回、おいしそう。味だね、すごい味、濃厚だ。うん、あれナスが柔らかくていいね。鶏肉もね、こう一口サイズなんですよ。
前ですよ、この男性客さん二人いたんですけど、どっちが作ったかちょっと後で聞いてみたいと思います。うん、あれ、このグリーンカレーのソースなんですけど、すごい美味しいですよこれ。いやこれ止まらない系ですよこれ。ほらご飯にグリーンカレーのソースだけで入れちゃいます。もしかして具がなくてもいいかもしれない。まあ具材あったもいいですけど、うん、すごい美味しいな。もう一回言ってみますよ。ご飯を乗せて、このグリーンカレーのこのこれ。すごい美味しい。この海を見ながら、潮風を浴びながら食べるグリーンカレーですよ。いやーこれ最高だね。まあ3品食べてどれが一番美味しいかっていうとですね、順番つけらんないね、これ。いや、グリーンカレー、これかなりの腕前ですよ、これ。これね、こうすくって、ずっと口の中に置いておきたいんですよ。すごい、これ。ขอบคุณมากครับโชคดีครับโอเค